皆さんこんばんは。こんばんは。癒し系ヒーリングバラエティヒーラーだって癒されたはい、はい、始まりました。はい、始まりましたね。はい、今回6回目ですね。6回目ですね、うん、よく続きましたね。頑張ってますね。頑張ってますね。はい、私は、首と心のセラピスト茅ヶ崎ファイクレーションの中丸剛です。はいはいはい、こんばんは。ホノルルウィークということで、うん、ちょっとハワイを意識してきたんですけれども、うん、ちょっと自分でこれ見たら、うん、フィリピンタワーみたいな。ハワイじゃなくてフィリピン。そんな風に見えたんですけど、これ一応あのハワイのホノルルウィークを意識してます。心の癒し人の小林美由紀です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、始まりました。ヒーラーだって癒されたい。はい、この番組は毎月最終火曜日の、はい、夜の9時から、うん、30分ぐらいの番組なんですけれど、ね、インターネットで生放送されています。はい、はい、今回もスピリチュアルとかね、心理学とか、僕たちの仕事のね、関係の ね情報をベースに、はい、ライブ感のある情報をお伝えできればと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけどね、はい、ちゃんと起ころう日本の夏、うん、ちゃんと起ころう日本の夏、うん、っていうテーマで今回はお送りしようと思っています。ちゃんと起ころう、うん、日本の夏。はい、わけわかんないですね。意味がわからないですね。相変わらずわけがわかりません。はい、はい、あんまりね、いつも通りあんまり考えてないんですけどね。そうですね、あんまり深い意味はないんですが、はい、ただ、なんでしょうね、怒りっていうものをね、うん、テーマにしたいなって思ったんですよ。はい、でとは言ってもね、うん、怒りを抑えなきゃいけないとか、うん、怒ると、うん、お前ちっちゃいやつだなとか ね、 そ う、 だね、そういうなんか自己嫌悪に陥るとか、うん、はい、ね、うん、怒っちゃいけないっていうよりも、うん、なんかね、僕の印象だとちゃんと怒ることができてない人が多い気がするんですね。そうですね、なんか、うん、怒るって大人げないとか、うんうん、未熟だって言われてしまって、うんうんうん、なんか怒らないのが人として優れてるみたいな、うん、そんなことで怒るっていうことを我慢させられる、うん、そんなようなこともあるのかなと、うん、まあそういう根強いですよね。うん、まあ、ちょっと宗教的な感じでも、はい、それを怒る人はねちっちゃいとかね、うん、そう、なんか我慢しなさい、我慢が偉いみたいな、うんうん、そういうこともあるんですけど、でも怒りっていうのはやっぱり大事な感情の一つ、うん、まあ、そうですよね、第二次感情とは言われてるんですけど、やっぱり自分を守るっていうことでも必要なものなので、うんうん、上手に扱ってほしいなと。特にやっぱり今思ったんですけど、日本人って怒るのは下手かもしれないですね。うんうん、そう、顔にも出さないとか、うんうん、そうね、うん、そういうのがはしたないっていう感じがあるのかもしれないですね。そうですね、はい、うん、でなんで今回この草暑い夏にこんなだったり怒りなんていうのテーマに熱くしたの、熱くしのテーマにしたんですかね。はい、なんか最近なんかイライラしてる人が多い気がするんですけど。すごく多いんです。うん、なんですか。実はね、私ちょっと専門じゃないので詳しくは分からないんですけど、うん、先月あたりから日食があって、うん、で月食があり、うん、でコミュニケーションがちょっと不具合が多くなると言われる彗星の逆行っていうのも今ずっと続いてるんですね。うん、はい、で今日は15年に一度というか火星が地球に大接近をすると。それは大変だ。はい、うん、でその火星って本来その争うとか、うん、闘争とか戦争とか、まあ、戦争ですよね、そういった怒りとか、そういったものを、うん、の星なんだけど、うん、それが今逆行してるのね。じゃあ平和になるではなくて、ちょっとねじれた怒りというか、うん、なんかそのあや、ちょっと危ういというか、ホルストの、ホルストのね、惑星っていう、うんうん、オーケストラのね曲でも、うんうん、あれですね、戦争、戦のね、はい、星ですもんね、火星のね、はい、ということで、うん、ちょっと今精神的にね、うん、なんかもやっとしたりイラッとしたりする人も多いのではないかなっていう感じはありますね。うん、そうですね、はい、で多分その、星のホロスコープとかで、うん、によって起きてることっていうのが、はい、まあ、困ったことではあるんですけれど、はい、決して悪いことっていう位置づけじゃ、意味づけじゃないと僕は思うんですよね。もちろんそうです。やっぱり何かが変わっていくためのプロセスなんだと思うんですね。はい、その過程で、そういったことが、うん、起きてるのかなっていうね。そうだから変わっていくために必要なことがあると、はい、起きてるっていう感じ。通過点なんですよ。通過点ですよね。やっぱりそういうふうに、うん、天体の配置がそうなってると、うん、私たちやっぱり影響を受けるんですけど、うん、影響を受ければ受けるほど、うん、
ちゃんと天体の流れに乗っているっていう証でもあるので、そうですよね。だってしょうがないですよね、はい、そうなんです。だっていかんともしがたいことですよね。自殺としてもしょうがない。だから、うん、ああ今しんどいな、ああ今星がそういう状態だ、ちゃんとうまく星の流れに乗ってるなっていう、うん、そんな感じで受け止めてもらって、ああじゃあイライラしてたら、あ俺いい感じっていう、そうです、あのこれが過ぎた時に俺今いい感じっていう感じ、そう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 、ああもうキーみたいな。これが過ぎたら、うん、いい流れになるっていう、そうですよね、そういうことなんで、うん、今あのしんどい人も、うん、もうちょい頑張れ、うん、はい、そういう感じですよね、はい、だからそのためには、うん、怒りってどういうふうにどういうもので、うん、どんなふうに向き合ってたらいいかとか、うんうん、ね、そういうことが試されてる時期なのかもしれませんよね。そうですね、あの怒りを感じる、うん、それをどう扱っていくのかっていうのは、うん、一人一人やっぱり試される時なのかなって、うん、そうですよね、思います。あのみゆきさんは怒りってどんなふうに定義つけていらっしゃるんですか。まあ、これちょっと書いてきたんですけど、うん、あの、うん、分かりやすいもの、これちょっと怒りの中の一つなんですけど、うん、言えますか、うん、それ、うん、あのザザッと書いてきてますが、うん、ちょっと上に向けていいですか。こうですかね。はい、見えやすいです。いいですか、うん、期待と結果っていう二つがありまして、うん、期待より結果の方がいい場合、やったーっていう喜びになるんですよ。そうそうだ、うん、うん、わー思ってた以上じゃん、よかったねっていうことで、ここで怒る人あんまりいないんですね、うん、10万円儲けたいなと思って100万円儲かったら、 それはビッグの大喜び、うん、大喜び、うん、で逆にですね、うん、期待と結果、うん、うん、見えますかね、うん、はい、そうした場合に、期待の方が大きくて、結果が悪かった、ちっちゃかった場合って、うん、がっかりっていう気持ちになるんですよ。なるほど。で、期待が大きければ大きいほど、うん、がっかりがすごく強くなって、うん、怒りに変わる。そりゃそうだ、うん、こんな風になってるんですね、うんうんうん、で、じゃーん、理想と現実っていうのがあります、うん、で、この理想と現実の間にギャップがあるんですよね、うん、このギャップに対して怒りっていうものが出てきます、うん、いやこうあるべきなのにそうなっていないじゃないか、うん、っていうことにどんどん怒りが出てくるんですね、うんうん、この対象となるのが会社だったり子供だったり、うん、上司だったり親、うんうん、それとあといろんなルールですね、うん、時間もそうです。自分が思うことと現実ギャップがある、うん、それに対して怒りが出る、うんうん、で、うん、怒りの原因はたった2文字、べき、うん、こうあるべき、うん、でこのべきっていう言葉を人に対して向けた時に、うん、その人に対する怒りになります、うん、それが自分に対して向いた時には今度は自己否定とか自己嫌悪っていうものになっていくんですね、うん、でこの自己嫌悪、自己否定が強ければ強いほど、うん、なぜか起こりやすい、うん、なんか不満がいつも自分に対する不満があるので、うん、自分に厳しくなるんです。私こんなんじゃダメだ、うん、こうあるべきなんだ、こうしなければならないというのがどんどん強くなると、うん、人にもあなたもそうしなさいってそう、ね、なってくるので、うん、その人に対する期待、うん、理想と自分が思っていることが違うので、うん、人に対して怒りっぽくなるそう、ね、っていうことが、まあ、大体怒りってそういうところから出てくることが多いです、うん、そうね、はい、まあ、それ以外にもいっぱいあるんですよね、まあ、うん、そうですよね、べき、こうでなきゃいけないっていうべきとか、うん、あとは、まあ、理想だったりとかですよね、うん、うん、なんでしょうね、高望みしちゃうんですから人間って。そうです。まあ、そこに何かあるんですけどね、やっぱり成長していくためにも、ああ成長していきたいっていうものがあるんですかね、うん、だってそのままでよし、うん、これでいいもんと思ってたら、うん、何も期待はしないし理想もないので、うん、べきが出てこない、うん、そうすると怒りも出てこない、うん、そうですね、最初から諦めてるというか、うん、あの向上心とか成長したい、うん、上行きたいって言った時に、うん、やっぱりうまく思うようにいかなかったりした時に、うん、怒りになる。そうね、そういうプロセスっていうか、うん、基本的なあの成り立ちっていうかね、怒りの成り立ちみたいなのが分かってるか分かってないかじゃ全部
違いますよね、はい。まあ、怒るときはもう瞬間でパッと怒ると思うので、うん、いちいちこんなことをいちいち考えて入れるわけにはいかないんですけれど、うん、なんでしょう、意識のベースにそういうことがねちゃんと入っていると、うん、ね、まあ、理想がいけないわけでもないし必ずしもべきが 100% いけないわけでもないんですけど、うん、でも、自分が怒っていて怒りを爆発するしてしまって、はい、それが自分を逆に苦しめているのであれば、うん、そこから抜け出すための一つの手がかりにはねなると思うんですよ ね。何に対して怒ってるんだろうって、うん、ちょっと自分を振り返るとか、うんうんうん、そうですよね、はい。で、まあ、怒りって感情じゃないですか、うん、感情の中で結構強い感情ですよね、はい、強いですね、まあ、喜び怒り心配とか不安とかってありますけど、はいはい、すごくなんかアプローチの度合いが強い、うん、ね、まあ怒りにもいろいろありますけれど、自分の内側でムカ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 しての怒りですけどね、うん、まあ、ここ今の言ってるのは外に向かってガーッと出すような怒りのことを今お話ししてるんですけれど、うん、すごい強いですよね。強いですね。説得力がないか、なんか相手をもう強引にもうねじ伏せるような力ってあるじゃないですか、うん、はい、ありますね、支配コントロール、うん、しようとするようなエネルギーがあったりとか、うんうんうん、やっぱり分かってほしいっていうのがすごくあって、うん、言ってることを分かってほしい、うん、自分を理解してほしい、うん、そうだねって言ってほしいみたいな、うん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 、それがあまりにも強すぎて、うんうん、自己承認欲求がすごく高じてきた時には、うんうん、やっぱり力ずくでも分からせようっていうのが、うんうん、エネルギーがだんだん高まってくると本当に大きな声を出すとか、うん、そういう風になっていくっていうこともあるのかなって。そうですよね、うん、でも要は何かやっぱりある意味困ってるんですよね、怒ってる人って、うん、困ってるから何かをある種の、まあ、表現として訴えたくて、うん、感情を出してるっていうことは言えますよね。あります。それもうその感情をぶつけられた人は困ったもんですけれど、うん、でも困ってるからどうにかしたいっていう表現として怒りっていうのがやっぱり出てくるのかなって思うんですね、うんうん、それは一つの承認欲求、自分分かってもらえないとか、うん、自分が何でしょうね、すごい虐げられているとか、うん、自分はすごく弱い立場に置かれてしまっているとか、うん、なんかいろんな、要は自分をなんていうかな、正当化するっていうか自分を守る本能がやっぱり関係してるのかな、うん、そうですね、うまくいかないって感じ、うまくいかないっていうこともあるんじゃないかな、うんうんうん、で自分の能力のなさに対しての怒りが、うん、八つ当たりっていう形で出る場合もありますよね、うん、そうね、うん、だからまあ怒りってでもほら悪いものじゃ僕はね、うん、最初も言ったんですけどないとは思うんですよね、うん、いろいろ問題はあるかと思うんですけれど、うん、まあ、どうこうしたってどう分析したって、うん、怒りって出てくるんですよ。出てきます、うん、出てくる時は出てくるんですよね。感情なので、うん、まあ、二次的感情とは言われてるんですけど、うん、やっぱり人間に与えられた、うん、喜怒哀楽の中にちゃんと怒りは入ってるんですよね。そうですよね、うん、二次的感情っていうのはその一次っていうのはどんなものなんですか。悲しみとか、うん、すごく悲しすぎて、うん、例えば大切に扱ってくれなかった、うん、ひどい仕打ちを受けたって言った場合には、うん、悲しみが高じて怒りになったりとか、うん、悲しくて自分が動けない、うん、でもそんな悲しんでる場合ではないって言った時にそれを思いっきり蓋をしてしまうと、うん、怒りっていう形の蓋になって、うんうんうん、それをエネルギーにしていくっていう時もあるので、うん、そういった意味で、まあ、二次的感情っていうことですよね、はい、ね、だから怒りを、まあ、うん、意識的にしろ無意識的にしろ、うん、怒りっていう表現を選んだっていう、そうですね、うん、それが、まあ、その人にとって必要っていうか、まあ、必然的にそういうものを選んで爆発させたっていうことが言えるのかもしれないですね。そうですね、うん、その怒りを持ってはいけないとかではなくて、その怒りをどう扱うか、うんうんうん、怒ってるからって言っていきなり人ぶん殴ったりするっていうのも、うん、それはねまずいですね、うん、ねえ、もうムカついたからって水ぶっかけちゃうとかね、うん、僕ね今までね人殴ったことってないんですよ。あで、ね、私は記憶がない、うん、でもね本当、まあ、人を怪我させちゃいけないんですけど、うん、僕ね一生に一度ぐらいはね、うん、殴り合いの喧嘩してみたいなって子供昔から思ってるんですよ、うん、はい、
で未だまだやってないできないですね、なんか、はい、あどなたか痛いですよね、でもね痛いと思います。手も殴った方も痛いし、殴られた方なんてとんでもない、青春ママみたいなね、なんかね、青春青春今から青春取りました今年55歳ですけど青春ないんです、そういうこと。私本当記憶なくて、多分、うん、人を殴ったことはないんだと思う、うん、思う。何よこの子って言ってパシンとかってやったことないんですか。はあ、どうかな。いや女とか言って、はあ、どうかな。覚えてない記憶がない。でもよく青春漫画なんかね、うん、よくほら喧嘩するんですよね、うん、その学生同士がね、うん、そう殴りつかんで殴り合いするんですけれど、うん、で殴った後に仲良くなるんです、うん、友情があそこから芽生えるんですよね、男の子だね。いいなと思ってそういうのいいなって憧れたりするんですけど、まあ、怒りっていろんな表現があるじゃないですか、うん、で例えば、うん、すごく、うん、話が通じない自分を分かってくれない人に対してちょっとチッ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 と思ってたのがだんだんイライラしてきたりした場合、中丸さんはその人に対して態度とかって出します？あんまり出さない方かもしれないですね、うん、見せない。あんまり見せない方かもしれない。でそのまま付き合ってられる、うん、でもどっかでやっぱね、うん、変えますけどね、関係をね、やっぱりそうですよね、うん、あのね、僕今まで殴り合いの喧嘩したことないんですけど、うん、あの爆発したことはね、うん、記憶の限りでは3回ぐらいあるんですよね、うん、あの55年の人生の中でね、はいはいはい、うん、でバーンって爆発したことはあるんですけど、ね、うん、ガーンってテーブルひっくり返したりとか、うん、でもね結構ね、その怒ってテーブルひっくり返したりとかでも怒ることによって何かね、人生の節目っていうかね、うん、何かがガラッと変わるんですよね。ターニングポイント、ターニングポイントだったりするんですよ、うんうんうん、本当に、うん、あるかもしれない、うん、いやその時俺怒っといてよかったなって、うん、本当に思うことが多いですね。だから僕の怒りは反省がない、うん、反省じゃないですね、うん、よかったって思ってる、うん、素晴らしい、うん、いい感じが経験したなっていうふうに思っているんですけどね、うんうん、質問が来てるんですけどいいですか。はい、はいはい、子供の感触も怒りですか。あの一番分かりやすい怒りはその第二次感情、分かってほしい、そうね、分かってほしい、分かってほしい、構ってほしい、分かってくださいって感じですね、分かって分かって分かってって。だから子供はまだ言葉が足りないので本当の自分の望んでることとかをうまく伝えられない、で一生懸命愛する我が子を分かろうとして、うん、あれやこれややってあげてもちょっとずれてたりする、うん、そうするともうキーってなっちゃうかな、うんうん、欲求が あるのに満たされないっていう、うん、あの子供お子さんも、まあ、何歳のお子さんか分かりませんけど、うん、あの本当ちっちゃい子ってガーって怒るかもしれないけど、うん、コロッて忘れる子もいるじゃないですか、うん、だからそういうのは健全な怒りなのかなって僕は思うんですけどね、うんうん、例えば猫、うん、猫なんかシャーって怒るじゃないですか、うん、でもすぐコロッ コロッて忘れますよね、うん、あれがやっぱり生き物としての健全な怒りなのかなって、うんうん、あの、うん、気持ちがコロコロ変わることがいけないような風潮っていうか、うん、考え方あるんだけど、うん、もう水の流れのように、うん、常に人間の感情って、うん、コロ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 変わるものなのでね、うん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 、それでいいんじゃないかな。それでね、うん、なんかあの笑いながら怒るとかねもうそういう感じもいいんじゃないかな、ね、竹中さんみたいにね、そういうのもいいんじゃないかなって思うんですけどね。私陰湿に口聞かなくなります怖いあのね、はい、これね、なんか藤川さんうん、コメントしてくれてる、はい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 、僕は息子を殴りましたが、うん、それは怒りでなかったって言ってます、うん、教育ですか。何ですか。しつけですよね。殴ろうと思って頑張って殴りました。ああ、それは怒り、うん、そう、それありますよね。そういう、あの演技するっていうかね、うん、怒りではないですよね。ただ殴るのは、うん、怒ってるから殴るっていうのは、うん、くっつかなかったりする場合があるので、うんうん、あのあえて怒りを演じるなんていうこともね、人間ってできちゃうんですよね、うんうん、あのやりませんか、カウンセリングで相手を怒らせて、うん、挑発的介入をしたりして、
あ、僕そういうやり方はしないですね。本当に、うん、あのやるんですよ、うん、あえてね、うん、あえて強制的ちょっとあの、うん、感情を動かさせるっていうか、少しこう自分の中にある感情っていうのを感じさせるために、うん、あ、やりますよね。やりますよね、うんうんうん、あの、まあ、ちょっと話があちこち行きましたけど、うん、あの怒りをねちゃんと感じられない、うんうんうん、ちゃんと怒れてないから、あの変な、うん、の不健全な怒り方をしてしまうとかね、はい、そういうことがちょっと問題っていうかね、うん、ちょっと困ったところなのかなっていう感じもするんですよね。どうしても怒ってはいけない、人のことを悪く思ってはいけないっていうふうに教えられた人は、うんうん、すごい理不尽な目に遭っていても、うんうん、自分がいけないってだんだんなってくる、うん、そうですよね。でも、うん、口から出るのはその人に対するいろんな理不尽さだったりを訴えてくるんだけど、うん、じゃあその人に対してやっぱりそういう感情があるんですかっていうと、いや、うん、私がいけないんですとか、そうあの人はそんなに悪い人ではないんだけど、うん、みたいなことを言って、ちゃんと自分の気持ちを拾ってあげてないっていうか、うん、こじらせてしまうみたいなの、うん、すごく多いのかなって、うん、あのそれは人としてやっぱり当たり前に起こるところってあると思うんだけど、うんうん、それさえも止めてしまうっていうのは、うん、いかがなものかな、うん、だからってあの殴れとか怒鳴れとか、うん、その怒りをどう表現するかってまた全く別の話で、うん、怒りという感情を持つことは悪いことではない、うん、その出し方かなとは思います、うんうんうん、そうですね、うんうん、じゃちょっと子供のお子さんの話も聞いていいですか、うんうん、はい、他の方がね、うん、同じ方、ね、その2歳7ヶ月でやりたいことができずキーってなる、うん、なります、うん、でだけど手助けを欲してるわけではない、うんうんうん、2歳とは、うんうん、あの僕子供がいないんで分かんないんですけど正直言って、うん、どうなんですかね。でも2歳7ヶ月、うん、自分で、うん、あのやりたいので、うん、だけど不器用です、キーってなります、うまくいかない、だけど、うん、そこは手を貸してもらうともっとキーってなるのね、うんうん、これすごい根気比べみたいになるんだけど、うん、親は腹くくって辛抱強く見守るしかないかなって、うん、でも時間がないんであれば、うん、あのじゃあこの続きはまた後でみたいな感じで行く、ね、うん、この続きはまた来週、うん、っていうことですか、なんかこのすごい中途半端でじゃまた来週っていうね、そうですね、うん、あのとにかく自分でやりたいのに、うん、キーキーうるさいからってなんかごまかしてなだめすかしてやっていくと、うん、自立心も育たなくなるし、後々、うん、自我と母親との関係性がきっちり話せなくなってくるのね、うん、なのでその辺は、うん、もうやらせる、うん、キーってさせておく、させておく、それしかないですよね、うんうん、お菓子あげるからこれこれあげるから、ほらほらこっちがあるよって言ってごまかさない、全部それで分かるんですよね、子供ってね、すぐ分かっちゃうんですね、うん、あ、こいつごまかそうとしてるんだってね、うんうん、そのなぜごまかしたいのかっていうのはお母さんがきっとしんどいからなんだろうね、子供のためではないんじゃないかなって思います。うそうですよね、はい、まあ、ちょっと大人の話に戻しますけれど、うん、大人やっぱりそろそろね、話を締める方向に持っていかなきゃいけないんですけれど、はい、要は僕が思うには、うん、まあ、怒っちゃいけないわけじゃなくて、うん、怒りに執着するっていうところがポイントなのかなって思って、はい、そうですね、うん、怒りは常にどんな精神苦しみも来るものなの で向かってくることもあるし、うん、それをどう表現するかは人によって違うんでしょうけれど、はい、その怒りの感情をその後どんなふうに向き合ってね、うん、そこにとどまらないかっていう、ね、はい、要は執着しないか、そうですね、うん、ね、で単なる「あ、俺は怒ってんだな」って、うん、でそこで「俺自分はこんなことに困ってんだな、うん、どんなことに向き合おうとしなきゃいけないんだな」とかね、うん、そういうことが、もし分かれば、そこにとど、まって執着する必要がなくなるんじゃないですね、うん、何に対して怒ってるのかっていうのは、うん、自分がきっと思ってることと違うことがあるから、うんうん、違うことが起こっているから怒っている、う
ってことは自分はどうしたいのかを知るきっかけになるので、うん、本来その怒りが教えてくれるもの、うん、この怒りは手放しても、うん、こっちに一生懸命になればいいわけですよね。怒りに執着しないで、うんうん、あ、これがしたいがために怒ってるんだ、うん、じゃあこれもいらないからこれしよう、うんってなれると本当はいいんですけど、うん、こっちを見ないで怒ってる、この怒りにばっかりずっといるので、どんどんこの怒りって大きくなっていきますね。さすがいいこと言いますね。はい。そこにとどまらないっていう感じですよね。それ怒りっていうのは本当にいろんなケースがあるんでね、うん、だからなかなか一概に言えないんですけど、そうなんですよね、その原因とか環境、怒っていうことがいけないこと で、うん、でも怒っちゃう、うん、でも怒るのはいけない、自分を責めて、でもまた怒っちゃった、うん、もうダメだってなるところからはちょっと抜け出すためにはね、うん、やっぱり怒ることは別に悪いことじゃないし、誰でも怒ることなんだっていう、ね、うんうん、いう認識はまず必要かなって思うんですけどね、はい、うん、よく腹の虫が収まらないって、うんうん、いう言い方するじゃないですか、うんうん、腹の虫って自分の本当の本当の本当の声なんですよ。腹の虫、うん、腹に虫いるんですか。いや私はいないですよ。違うよ、そういう話ではなくて。どんな虫ですか、こんなんですか。腹の虫が収まらないって、怒りが収まらないことを言うじゃないですか、うん、言いますね、ね、うん、それは本当の自分の声をちゃんと聞いてあげないから収まらない、うん、収まらないね、うん、そういうことですよね。そういうこと、ね、別に私行中がいるとか行中ね、でも本当にいるかもしれませんよ。でも本当はね、もしかしたらね見えない虫がいるかもしれない。、ね、ちゃんと自分を、要は何でもそうですけど、自分軸で考えて自分を大切にしてあげましょう、はい、ね、しっかりと自分と向き合って自分を大切にしてあげましょうっていうところに ね、はい、シフトしていけるといいんじゃないでしょうか ね、はい、うん、じゃあ今日はこの番組を見てくださってる方にね、うん、何かできることないですかね。そうですね、腹の虫が収まらない人いっぱいいると思うので。じゃあ今怒りっていうその場所に居続ける、うん、そこに居続けるとやっぱり自分の成長を止めてしまうし、うんうん、怒ってる間っていい選択もできなければいい考え浮かばないんですよ、うん、なので怒りが悪いんじゃないですよ。本当は何かしたいことがあるのにうまくいかないから怒ってる、うん、ね、で本当は何がしたいのかに気づくために、うん、ちょっと全体のエネルギーをね少し上げた方がいいんじゃないかな、うん、ね、プロセスですよね、うん、そこに気づいていくためのプロセス、そうするとまた違う、ね、うん、世界が見えるから、うんうん、だから、怒りをうまく手放して本当はこれがしたかったんだのこれを見つけるために、うん、今皆さんがちょっと波動が落ちているとそういうところになかなか行きづらいので、うん、今ムカムカしている方もしいましたら、うん、ちょっとお腹胃のあたりでもいいので、うん、胃より少し下ぐらい溝落ちぐらいですね、ちょっと手を当てていただいて目を閉じて、うん、ゆっくり自分のペースで深呼吸をしてください、うん、ゆっくり深呼吸をしてください。自分のペースでいいですよ。そこしたらお腹のところに手が当たっているその感触をしっかりと感じてください。その手は冷たいですか、あったかいですか。深呼吸をするときにお腹は大きく動いてるでしょうか。ゆっくりと自分の本当の気持ちが穏やかで、何を伝えたいのかはっきりとした声で伝えてくれるように少しの間耳を傾けてください。もし今はっきりと分からなくても怒っているイライラしているということでサインを出してくれていますので、教えてくれてありがとうと声をかけてあげてください。もし本当にしたいことが分かるのであればそれを叶えてあげましょう。声が聞こえなければただ教えてくれてありがとうと声をかけてください。もう一度大きく深呼吸をしたらゆっくりと目を開けてください。これだけでもね少し穏やかさ
戻ってくるんじゃないかなと思います。イライラしてる、ああ本当は何がしたいんだろうって必ず自分の方に問いかけてあげるってことが大事かなと思います。なんかね、腹の虫がね可愛くなっちゃった。可愛いでしょ。可愛くなっちゃった、ね、映画だったのに可愛くなっちゃったそんな感じで、あのイボイボだったのが黒かったのがピンクになったらいろいろ変わるの。そうですよね、うん、変わりますからね。こんな風にね、はい、あの自分をしっかりと自分の本当に思っていることをね、うん、見てあげるっていうのはすごく、はい、いいことですね。はい、うん、素晴らしい。はい、うん、まあ今日はねこんな怒りに手をテーマにしてですね、うん、お話をさせていただきました。はい、だって水星逆行でしたっけ。そう、水星も逆行だし、ね、火星は近づいてて火星も逆行してますから ね、じゃあこの逆行を皆さんね、はい、乗り越えて頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日の番組はこれで終わらせていただきたいと思います。はい、今回もね皆さん見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。また。はい、どうも。